はい、普通の自分の基本の場合ですね。で逆に今度は少し一歩踏み込んで、はい、少し遠い場合、はい、もっと遠い場合、もう目いっぱい入って目いっぱい入って決める。はい、あとはもうこのこのすごく近いところから決める練習、これをすごくやるんです、はあ、近く決めるときはやっぱりここで、まあ、スタンスは少し狭いんですけど、いつもやってるのはここからこうしっかり決める決める、で動いても決める、動いても決める、動いても決める、とこういう練習はよく指導に見えることも、そうなんですね、どこからでも決めれるようにっていうのをいつもやってるので、まあ、基本で中でやっぱりあの連続でやる、例えば日本やったり日本でやったりとか、こういう練習もよくやる、それをこう組手に、それが出るんですね、場面その場面になった時に出せるようにっていうのはよく先生から言われるので、そうなんですか、使えるようにはやってるんですけど。なるほど、すごいですね。あと月は基本的にはいわゆるちょくちょく、例えばそのこういう下月とか鍵月とかそういうものとかは、試合は別にしても自稽古とかで使ったりする。自稽古ではもちろん裏剣とか、はい、肘も裏剣も鉄椎も膝も、それちょっと、まあ、先輩によっては頭もちょっと 見せていただけます。あの、はい、本当にやるんじゃなくてこういう風に使うっていう、あ、例えばこう、はい、接近戦になって近づいたら肘を決めるとか、それは自衛軍でやるんですか。やります、自衛組み手みたいな感じでやります。でここはシチュエーションを使ってここからこう打ち込むとか、あとはここから鉄椎打ったり、頭下げながらここから鉛筆打ったり鉄椎打ったり、頭下げれば膝を出したり、その場面場面で何でも使えるように、今指導に稽古ではその本気じゃなくてすごく、今大金さんは動いてなかったじゃないですか、要はもう受けだけじゃないですか、その動きの中でこういった技を今やられたような指導稽古を使っているような技を使う方法をすごくゆっくりでいいので、あの本気でやると危ないと思いますので、はい、まあ、普通に組み手の中にですか、はい、例えば軽く出して、普段こういう稽古をされているってことは、試合に出るときにはこれとこれとこれは使わないようにしようと思って、ルールそれ、それ大変ですよね、それ忘れ、なんか興奮して興奮して忘れることないですか。なんかあっていうときはありません、出ちゃったっていう、はあ、そうですよね、いやこれ危ないな。